皆様はじめまして、医薬品医療機器新薬審、総合機構新薬審査第1部の平林啓司と申します。本日は、このような機会をいただきました、関係者の皆様に心より、感謝申し上げます。私、新薬審査第1部にいるんですけれども、9月まで新薬審査第5部にいまして、ここで抗悪性腫瘍薬の審査相談業務を行ってまいりました。そこで3年間経験したことに基づいて本日発表させていただきます。まずこちらは本日発表する内容は PMDA の見解ではなくて私個人の見解であることをご留意いただきたいと思います。これが本日の内容になります。まず1が、これがメインな部分になりますけれども、ICHS9 ガイドラインの Q&A につきまして、概要を説明いたします。次に、これは少しですけれども、日本における抗悪性腫瘍薬の開発状況につきまして、一つ、ケーススタディも含めてご紹介いたします。まずは、Q&A の概要になります。こちら、ICH のセーフティーガイドラインになりますけれども、この S1 から S2、S3、S4、S5、それから、S7、S8、S10、これにつきましては、試験の個別の評価法、試験法に関するガイドラインであるのに対して、この S9 ガイドラインは、特定の疾患領域に関するガイドラインということで少し特殊かなというふうに考えております。あとはですね、ICHM3、これは一般的な医薬品について、試験の実施時期に関するガイダンス。それから、ICHM7 は、DNA 反応性、変異原性不純物の評価及び管理に関するガイドラインになります。これは一般的な疾患と今回対象にしている重篤かつ致死的な悪性腫瘍に関するガイドラインの比較ですけれども、一般的な疾患に対してはこの ICHM3 を参照すると。それに対して、抗悪性腫瘍薬に関する開発については ICHS9 をガイドラインを参考するということです。で、これはがんという疾患が重篤かつ致死的であって、必要最小限の評価を行いつつ、開発を効率的に進めるという必要があるからというガイドラインが独自に策定されております。もう少し一般的な医薬品と抗悪性腫瘍薬の比較を行ってみたいんですけれども、こちらは、ICHM3 で定めている、毒性試験の実施時期に関する、例示なんですけれども、反復投与毒性試験はそれぞれの臨床試験開発時期に応じて、これは臨床試験の投与期間に応じて実施されると。それから、遺伝毒性試験の標準的な組み合わせ、これは、二層試験前に実施する。それから、これは生殖発生毒性試験の受胎の及び初期肺発生に関する試験ですけれども、これは三層前。それから、申請前には、癌原性試験、それから、出生前後の生殖発生毒性試験、それから、妊娠可能な女性を組み入れる前には、胚胎児発生に関する試験を実施するということに、なっております。一方で、抗悪性腫瘍薬については、先ほどもすでにご説明ありましたけれども、反復投与毒性試験は、まず、フェーズ1の前に1ヶ月の試験、それからフェーズ3の前に最低3ヶ月の試験を実施することでよくて、また、遺伝毒性試験や胚胎児発生の試験は、申請時に
提出することで良いとされています。だんだんとS9 の中身に入っていこうと思うんですけれども、これはICHS9 ガイドラインの経緯に関するスライドで、まず2009年に S9 のメインテキストがステップ4に達して、2010年の6月に日本において S9 のガイドラインが通知化されました。これがステップ5となります。で、S9 Q&A につきましては、2014年に、インプリメンテーションワーキンググループ IWG が立ち上がりまして、2018年、今年の4月に、Q&A がステップ4に達しました。日本ではまだ通知化はされていないんですけれども、間もなく通知化される見込みで、だと思います。こちらは、ICHS9 Q&A の目的になりますけれども、S9 を運用する上で、規制当局と企業間であったり、国内外でのハーモナイズの必要性が高まったということで、ICHS9 ガイドラインの解釈を明確にして、可能な限り不必要な試験を削減するということを目的に、Q&A が作成されました。こちらは S9 のチャプター、各チャプターで、それに対して Q&A が、イントロダクションの項で7つ、2項で12項、3項で7項、それから、その他の事項で15項の Q&A、合計41項の Q&A が作成されております。まず、一つ一つ見ていこうと思うんですけれども、まずイントロダクションの項に関する Q&A は7つありますけれども、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきたいと思います。こちらクエスチョン 1.3 なんですけれども、クエスチョンの内容としては、一般的に ICHS9 は患者の余命が約3年の場合に適用されると解釈されてきた。対象集団についてさらに明確になれば有益であろうかという Q なんですけれども、この回答としては、ICHS9 は余命について言及するものではなくて、生存予測年数に基づいて本ガイドラインを適用すべきではないと示されています。重篤かつ致死性であるかということを判断する上で、生存年数というのは確かに参考にはなるかもしれないんですけれども、例えば何年以上であれば重篤かつ致死性ではないだったり、何年未満であれば重篤かつ致死的だという判断はできないんだと。そこはケースバイケースで判断する必要があるということが Q&A の中に示されております。次にクエスチョン 1.6 に行きますけれども、抗悪性腫瘍薬が患者の生存期間を延長することが示される場合、推奨される追加の、毒性試験があるとすれば、それは何か、また試験の適切な実施時期はいつかという質問になります。で、回答としては、通常、抗悪性腫瘍薬が患者の生存期間を延長することが示される場合でも、追加の一般毒性試験、ジェネラルトキシコロジースタディですね、は必要ないという考え方が示されています。これは、追加の毒性試験、動物を使った試験で得られる成績データよりも、臨床試験における安全性情報の方が人でのリスクを評価する上で、より適切であるという考え方が反映されたものと考えております。1.6 はまだ続くんですけれども、これは提出時期に関する記載で、仮に追加の試験が重要だという場合でも、そのような試験は
承認後に提出することで差し支えないというようなことも記載されております。こちら変わりまして 1.7 ですけれども、すでにあるがんに対して、臨床開発中または、承認された抗悪性腫瘍薬が、また別の適用、重篤ではあるけれども、直ちに致死的ではない別のがんに用いられた場合に、追加の非臨床安全性試験が必要かという Q になります。で、こちらについて回答なんですけれども、こちらもやはり追加の一般毒性試験というのは、不要、一般的には不要であるという考え方が示されています。その他の試験についてはケースバイケースで判断するということになっておりますけれども、このその他の試験というのは、まあ、がん原性試験であったり、生殖派生毒性試験というのが考えられます。こちらちょっと今までの内容をまとめたところですけれども、まず患者集団、対象とする患者集団についてですけれども、まず、抵抗性かつ難治性の、疾患、それから抵抗性かつ難治性ではない疾患、それからこちらは紹介してませんけれども、アジュバント療法、ネオアジュバント療法について、まずは ICH-S9 を、まあ、スターティングポイントとして、まあ、設定するということで良いと。そこで、まあ、ケースバイケースで、その品目に応じて、追加の試験を検討するという考え方かなと考えております。こちらはサマリーの続きで、ここはタイミング、試験の項目とタイミングに関するサマリーですけれども、一般毒性試験は通常必要ないということ、それから他の試験、がん原性試験であったり、生殖派生毒性試験というのはケースバイケースで実施を検討するという考え方です。で、また実施時期については承認後でに提出することで良いとされております。このように、試験の実施であったり、提出時期について、まあ、フレキシビリティが許容されているというのが特徴かと思います。次に、第2項に移りまして、こちらは、各非臨床安全性試験の項目について、に対して、Q&A が設定されております。まず、これは、一般毒性試験の回復群の設定についてなんですけれども、人初回投与、ファーストインヒューマンの臨床試験、あるいは、3ヶ月、第3相前に実施する、3ヶ月の毒性試験で、回復群は設定する必要があるかという Q が 2.2 と 2.3 に、示されていますけれども、回答としては、科学的な評価を実施する必要があるということになります。まあ、ただ、すべての、一般毒性試験に、回復群を自動的に設定する必要はないが、まあ、科学的な、評価を、回復群を回復性を検討するために科学的な評価を実施すべきであるというのが回答になります。こちらは、支持療法についての Q&A で、支持療法、ですね。まあ、毒性試験に、支持療法薬を、例えば、抗生物質ですけれども、を加えることが適切な場合があるかという Q ですけれども、こちらについての、これがアンサーですけれども、
例えば、免疫抑制による感染を防ぐ、を治療するための支持療法というのは、適切であろうという考え方です。よく抗がん剤では、血液がんに対する医薬品を開発において、免疫抑制をによる二次感染というのが見られますので、そういったケースを想定してのアンサーとなります。こちらちょっと話変わりまして、生殖発生毒性試験、胚胎児発生に関する試験、これはディフィニティブスタディというのは本試験の必要性に関する、クエスチョンアンサーになります。もし、これはドーズレンジファインディングスタディ、容量設定試験で、胚胎児への、リーサリティ、致死性であったり、毒性であったり、再帰形成への明確なエビデンスが認められた場合に、本試験は実施する必要があるのかという、Q ですけれども、これについては、もし、胚胎児毒性あるいは、再帰形成の明確なリスクが示される、このドーズレンジファインディングスタディから示される場合には、必ずしも本試験というのは必要ないという考え方が示されています。こちら先ほど の発表でも考え方はご紹介されていたと思います。こちらは生殖発生毒性試験の、ノンヒューマンプライメート NHP、猿を用いた生殖発生毒性試験の必要性に関しての Q&A になります。例えばこういったケース、適切な動物種が猿のみに限られる、これはバイオ医薬品であるケースだと思いますけれども、猿に限られるであったり、ということ、それから、作用基準から想定して、生殖発生の毒性のリスクが想定されるケース、あるいは、この標的分子、バイオ医薬品の標的分子を用いたノックアウト動物だったり、サロゲート、これは例えば、マウスやラットで、その人への医薬品に対応する、サロゲート抗体、サロゲートのバイオ医薬品で、生殖発生毒性のリスクが示された場合、こういった場合に、猿を用いた、生殖発生毒性試験は実施すべきかという質問ですけれども、こちらは、このウェイトオブエビデンスアセスメント、証拠の重み付けに用いて、よるアセスメント、評価を、実施すると。必要があって、それから、猿の試験というのは、まず第一選択としては適切ではないという考え方が示されています。そして、先ほどの考え方でも紹介しましたけれども、もし明確なリスクが示された場合には、猿の生殖発生毒性試験というのは、必要ないという考え方が明確化されました。次に、遺伝毒性試験についての Q&A になります。インビボの遺伝毒性試験が必要とされないためには、どのインビトロ遺伝毒性試験でいくつ陽性とならなければならないかという Q なんですけれども、これはちょっと背景を説明しますと、一般的な医薬品では遺伝毒性というのは、癌原性につながりうるので、臨床でのベネフィットと比較しても許容できないリスクというふうに考えられますが、抗悪性腫瘍薬の場合は、やはり余命短いという疾患に対するお薬ですので、クリニカルベネフィットと比較して、遺伝毒性あるいは癌原性のリスクというのは許容できるだろうという考え方で、どのようなインビトロの試験を実施すれば遺伝毒性のリスクが明確になるかという意図の Q&A になります。これ回答なんですけれども、
エイムズ試験でポジティブでの場合にはインビボの遺伝毒性試験は不要である。またエイムズ試験がネガティブであってインビトロの染色体異常試験がポジティブの場合についてはインビボの遺伝毒性試験を考慮する必要がある。表で示すとこうなりますけれども、ここで考慮すべき点としてはこちらのバクテリアルミューテーション、こちら遺伝子突然変異誘発性を評価する試験に対して、これは染色体異常誘発性を評価する試験です。でこちらはまあ、理論的には、一分子あったとしても、まあ、DNA に変異を起こす可能性ということで、行き地のない、遺伝毒性というふうにされております。一方でこちらは行き地がの可能性がある遺伝毒性とされておりますので、もしこちらでポジティブの結果が出れば、こちらをより、まあ、重視すべきという考え方で、インビボの遺伝毒性試験までは評価する必要はなかろうという考え方。また、インビトロの、クロモソーマルダメージでは、まあ、この試験自体に偽陽性もあるという、偽陽性が多いということも状況もありまして、まあ、これポジティブであった場合にも必ずしもインビボで遺伝毒性がを示すかどうかというのは明確ではないという考え方で、まあ、インビボの試験が必要だろうという考え方になります。こちらは他の、試験についての、Q&A を一つにまとめたものですけれども、薬物乱用性に関する評価、それから、組織交差反応性に関する評価、それから、乳児以降、胎盤通過性に関する試験、これらは、まあ、ICHS9Q&A の中では一般的には不要であるという考え方が示されています。ただし、組織交差反応性試験については、例えば、まあ、バイオ医薬品において、適切な動物種がいない場合というのも想定されますので、その場合には、ファーストインヒューマン試験での実施する前に、まあ、有用な情報が得られる可能性もありますので、実施を考慮するということとされています。参考に移りますけれども、こちらは、試験デザイン、毒性試験のデザインに関する Q&A となっております。まずは、ファーストインヒューマンの、開始容量、スターティングドーズに関する、事項なんですけれども、ここで示しているのは、抗悪性腫瘍薬だけではなくて、まあ、他の一般的な医薬品に関しても、まあ、該当する考え方ですけれども、ある医薬品が明確なリスクを示す場合に、どのような開始容量のアプローチを取るかということについて、もし、ある医薬品が明確なリスクを示す場合は、薬理学的なアプローチ、例えば、この先ほども、発表の中でありましたメイベル、薬理作用を示す、最低容量に基づく、開始容量の設定アプローチを取ると。もし明確なリスクがない場合には、まあ、従来通り、ノアエル、毒性学的なアプローチを取ることで良いという考え方があります。で、この明確なリスクっていうのは何かということなんですけれども、これは一つの明確なリスクを示す医薬品の例として、免疫アゴニストというのをお示ししています。TJN1412 という
まあ、2006年に起きた医療事故なんですけれども、こちらは、自己免疫疾患であったり、慢性リンパ性白血病に対する、まあ、開発をされていた、抗 CD28 スーパーアゴニスト抗体で、まあ、投与された、FIH の試験で投与された数名が、サイトカインリリースシンドロームを起こして、まあ、重篤な、障害が起きたと、有害事象が起きたという事件になります。まあ、例としては、こういう免疫アゴニストっていうのが、考えられると思います。で、もう一つ、容量について、紹介します。説明しますと、これはメーベルアプローチとノアエルアプローチの関係について、ちょっと表で示してみたんですけれども、通常薬理作用が、現れる容量っていうのは、毒性が現れる容量よりも、まあ、低い容量で現れると。で、この薬理作用が現れる容量の最低容量あたりが、まあ、メーベル。一方で、毒性が現れない最高容量、これがノアエルということなので、ノアエルのよりも、メーベルに基づく、開始容量の方が、まあ、保守的なアプローチというふうに言えると思います。通常、開始容量としては、まあ、メーベルだったりノアエルに対して必要に応じて、安全係数が考慮されて設定されているということです。で、このような前置きがありまして、クエスチョン 3.1 なんですけれども、免疫アゴニストっていうのが、低分子化合物も免疫系に対してアゴニスト作用を有するケースっていうのがあり得ると。そういった場合に、まあメーベル、これは推定最小薬理作用量のアプローチっていうのは、低分子医薬品にも、まあ、適用できるのかという Q ですけれども、アンサーとしては、適切であれば、この薬理作用に基づくアプローチっていうのは、低分子化合物にも、まあ、適用できるというのが考え方になります。こちらは、作用基準であったり、標的分子の特性、作用基準であったり、まあ、標的分子の特性であったり、この薬理作用を予測できる、まあ、適切な試験系に基づくものであるのかということを考慮した上で、まあ、この薬理作用アプローチ、メーベルに基づくアプローチっていうのを取ることは適切であろうという考え方です。で、こちらは低分子化合物に対して薬理学的アプローチを取ることが、についてですけれども、反対に、クエスチョン 3.2 では、バイオ薬品に対して、毒性学的アプローチを取ることは適切かという、Q&A も含まれております。こちらについても、まあ、HNSTD、これは重篤な毒性が起きない、最高容量ですけれども、これも、バイオ医薬品の開始容量を設定する上で、まあ、適切かもしれないということが示されています。ただし、こちら先ほどの TGN のようなケース、まあ、その医薬品がイミュンアゴニスト、免疫アゴニストではないケースにおいて、まあ、適切かもしれないという考え方になります。じゃあ少しまた話が変わりまして、試験期間についての Q&A になります。これは臨床投与スケジュールを、まあ、開発の過程で変更するケースがあるかもしれないんですけれども、そういった場合に、どのような、追加試験が必要かということになります。今日読みますと、変更前のスケジュールで、3ヶ月毒性試験がすでに実施済みの場合、
どのような追加独占試験を行うべきか、1ヶ月の独占試験か、それとも3ヶ月の独占試験かという Q です。それに対するアンサーとしては、追加の独占試験が必要な場合には、1ヶ月、一般的には1ヶ月の、までの試験で十分であるという回答です。これを少し図で説明しますと、こちらが初めの、臨床投与スケジュール、あるいはこの臨床投与スケジュールでの安全性を担保するために実施された、3ヶ月の試験が仮に1ヶ月に、4週間に一遍の投与で実施されていたとします。そこで、臨床投与スケジュールというのが仮に2週間に1回のスケジュールになりました。その場合にどういう追加試験が実施する必要があるかということですけれども、回答に示されているのは、2週間に一遍の投与を1ヶ月間の試験を実施することで担保してくださいという考え方。こちらは臨床での安全性情報というのが、より重要であるということで、独占試験としては限定的な評価で、許容するという考え方になります。で、4項について、その他の考慮すべき事項なんですけれども、この中では、この 4.1 の、コンジュゲートプロダクト、それから、不純物の評価について、紹介していきたいと思います。こちら、抗体薬物複合体で、これ薬物の構造を簡略化してますけれども、まず抗体、これによって、標的への特異性を出すと。それから、このリンカーを介して、ペイロードと呼んでますけれども、呼ばれますけれども、ほとんど細胞毒性物質、ケミカルですね、が結合されていることで、特定の細胞組織に、抗腫瘍作用を発揮するということを期待された薬剤です。で、この ADC に関する Q&A というのが実は10個もあるっていうことがちょっと驚きです。で、まず Q&A の1から3というのを少し簡単にまとめましたけれども、まず、ADC の評価をする上でどういう試験が必要かということなんですけれども、この ADC 全体を用いた、毒性試験は少なくとも、一種の動物種で実施する必要があると。次に、一般的には、抗体部分のみを用いた試験というのは不要であろうと。それから、リンカー部分のみを用いた評価についても、一般的、通常は不要であろうという考え方が明確にされております。で、残る部分としてはペイロードの、部分、薬剤の部分なんですけれども、どのような試験を行うかっていうのは、その予備試験であったり、ペイロードの特性によって、決定する必要があると、されています。もし、ペイロード、あるいはペイロードプラスリンカーの毒性というのが、ある程度特徴付けがされている場合というのは、GLP の試験、本試験というかですね、は、必ずしも必要ではないかもしれないと。で、場合によっては、あるいは、省略も可能であろうと。ペイロードのキャラクター、毒性というのがキャラクタライズされてない場合は、このペイロード、あるいはペイロードプラスリンカーを用いた毒性試験を、一種の動物種、通常、下種類かなとは思うんですけれども、一種の動物種を用いて評価すると。
することが可能とされています。これをちょっと図でまとめますと、まず全体、ADC 全体については、少なくとも一種類の動物種で、評価すべきである。それから、抗体部分、それから、リンカー部分については、一般的には、試験は必要ないと。残る、ペイロード、あるいはペイロードプラスリンカーについては、これはその特徴付けの程度によって、一種の動物種での試験の実施が必要かもしれないという考え方になります。次に、この ADC についての開始要領に関する Q&A なんですけれども、こちらは、ADC に関して、FIH 試験での開始要領設定のために推奨されるアプローチはあるかというクエスチョンなんですけれども、回答としては、げっ歯類での動物の 10% に重篤な毒性が認められる要領、すなわち STD10 であったりの10分の1ですね。であったり、非げっ歯類での重篤な毒性が発現しない最大投与量、いわゆる HNSTD の6分の1。こちらはS9 の中の記載にも示されている容量設定の目安ですけれども、こちらが考慮してよいということです。また、他のアプローチについても、考慮することは可能と。ここにニュークラスオブ ADC と書いてありますけれども、こちらはケーススタディの方で一つ紹介しようと思います。で、もう一つ FIH 同図、抗体薬物複合体の、FIH 試験の開始要領についてご紹介しようと思うんですけれども、これは FDA の方が、2015年に発表した論文ですけれども、STD10 を例に説明しますと、まず STD10、げっ歯類を用いて得られた STD10 を元に設定された。これは体表面積換算、それから、それを10分の1にして、設定された FIH 試験の開始要領の妥当性というのを、すでに実施された、臨床試験のデータからレトロスペクティブに、検証したという結果が報告されています。その結果、人での MTD に到達するのに、2倍容量全増したときに平均3回の、容量全増が必要であった。ということで、ADC についても、このげっ歯類の STD10 をもとに算出したFIH の容量というのは、妥当であったのではないかということが、この論文の結論になります。こちら、これも ADC の、投与回数に関する Q&A になります。Q の内容は記載されておりませんけれども、Q としては、細胞毒性のある、低分子に比較して ADC の半減期が延長する場合、ADC を用いた単回投与毒性試験は、3週間ごとの臨床投与スケジュールの根拠として十分かというのが元のクエスチョンになります。で、これが臨床投与スケジュールで、
4週間に1回の臨床投与を行う ADC についてはどのような毒性試験を実施すればよいかという Q ですけれども、回答としては少なくとも2回の投与が必要だということが示されています。というのは細胞毒性のある低分子に比べて、抗体とその薬物をコンジュゲートしたことによって、薬物動態の半減期というのが延長して、反復投与による暴露の蓄積が起こるということが考えられるので、この投与を追加してもう少し長く評価する必要があるだろうという考え方が示されています。ADC の毒性試験のデザインについて最後、動物種に関するクエスチョンなんですけれども、こちらは ICHS6 の考え方と同じで、もし、標的分子っていうのが、いずれの動物種にも存在しないであったり結合しなかった場合にどのような毒性試験を実施するかということで、一種の動物種を用いた毒性試験で、十分であろうと。通常はその中で下種類が使われることが多いとは思いますが、これが一つ。それから、もし抗体部分が、人と、猿ですね、ノンヒューマンプライメートのみに結合する場合にはどのような試験を実施するかということですけれども、猿にのみに結合するということはですので、猿一種類を用いた毒性試験で、適切であろうという考え方です。話を不純物の評価になりますが、これ ICHQ3A を例示しているんですけれども、不純物の安全性確認が必要な域値、これは Q3A の、クオリフィケーションスレッショード域値ですね。この有効成分の1日投与量に応じて、域値が設定されていると。で、この域値よりも、不純物の1日投与量というのが多かった場合、この水色の部分には、の場合には、遺伝毒性の評価が必要だとされています。で、遺伝毒性の評価、具体的には、2種類の、インビトロ遺伝毒性試験、エイムズ試験、それからインビトロ染色体異常試験を実施するということになっております。そこでこの4の12のクエスチョンですけれども、この安全性確認の域値を超える不純物についてどのように評価したらいいかということですけれども、もしケース1としては有効成分がそもそも遺伝毒性を示す場合、有効成分が遺伝毒性を示さない場合、それぞれについて、安全性確認の域値を超える不純物をどのように評価したらいいかというクエスチョンになります。アンサーの内容を少し図にしてみたんですけれども、まず有効成分が遺伝毒性を持っているか、遺伝毒性な、ありといった場合には、もうその医薬品としてのリスクっていうのは明確ですので、改めて、追加の遺伝毒性評価というのは行う必要がないだろうという考え方です。一方で、有効成分の遺伝毒性がなかった、ない場合、かつ、ICHQ3AB の、安全性確認の必要な域値を超える場合、に
遺伝毒性評価を行う必要があるというのが回答の内容になります。ちょっと不純物に関する Q&A が続くんですけれども、このクエスチョン、抗がん剤というのは比較的短い期間で開発されるということなので、製造プロセスというのが十分成熟していないまま開発が先に進んで、申請前あるいは基本的な申請前の毒性試験というのが実施された後に新たな不純物が見つかるというケース、そういったケースを想定しての Q がこのクエスチョン4の14になります。製造販売承認申請に用いる毒性試験の完了後に新たな不純物が ICH-Q3AB の安全性確認の必要な域値を超えて認められた場合にどのように対応すべきかという Q ですけれども、回答としてはリスクアセスメントを実施した上で試験の実施の必要性というのを判断してくださいという回答になります。でリスクアセスメントなんですけれども、リスクアセスメントを行う際には、こういった内容を考慮するということなんですけれども、親薬物との構造的類似性、それから、毒性アラート構造、それから、毒性試験ロットあるいは臨床ロットの中にその不純物がどの程度含まれているのか、少しの容量でも含まれているのか、代謝物のプロファイル、また、患者集団であったり、投与計画などを考慮して、それらを評価してした上で追加試験の実施を判断するということになります。でもう一つ不純物に関するガイドラインとして ICH-M7 がありますけれども、この Q&A の内容というのは、ICH-M7 は ICH-S9 が適用される、医薬品に対して適用されるかということなんですけれども、これは、ICH-M7 は、進行がん、ICH-S9 が適用としているがんに対しては適用されないということが明確に示されています。ICH-M7 をもう少し説明しますと、他の医薬品の場合、これ先ほどの ICH-Q3A の安全性確認の必要な域値をもう一度出していますけれども、この Q3 で示されている、域値を超えない不純物、今度はこっちの下の部分、水色の部分についても、他の医薬品についてはICH-M7 に基づいて変異原性を評価して、必要に応じて管理すると必要があります。で、評価には、ここで言われているような遺伝毒性試験ではなくて、QSA、定量的構造活性相関に基づくインシリコの変異原性を予測するシステムを用いることが可能とされているのが ICH-M7 になります。ですので、ここの評価について常に毒性試験が実施を求めているということではありません。これが不純物について最後なんですけれども、不純物を含む医薬品が、末期がん患者を対象として開発されていると。その後、長期生存が期待できる別の患者集団に開発を移行する場合、医薬品の不純物についてどのように管理すべきかというのがこのクエスチョン 4.15 になります。回答としては、これは一番初めの方に紹介した適用範囲とも関連するとは思うんですけれども、
Q3A、Q3B、それから M7、どちらも考慮すべきとされています。まあ、ICH-S9 が適用されるかされないかというのは、初めにも申し上げたとおり、まあ、ケースバイケースで判断するしかないというのが、まあ、考え方かなと思います。で、二つ目の内容に入りたいと思います。まあ、少し、スライドは少ないですけれども、日本における抗がん剤についての開発状況について、いくつかご紹介したいと思います。これは、バイオ医薬品全体ということではないんですけれども、モノクローナル抗体、日本で承認されたモノクローナル抗体の割合と数をグラフに示したものですけれども、これは適用ごとに示したものですけれども、これはちょっとデータは古いかもしれないですけど、割合としては抗がん剤が半分近く占めている。ということで、このコーデは、バイオ医薬品の抗悪性腫瘍薬について最近の状況を紹介したいと思います。バイオ医薬品を3つ示してみました。まずモノクローナル抗体ですけれども、こちらは最近の傾向として免疫チェックポイント阻害剤、免疫を負に制御する因子を標的とした抗体で、免疫機能の抑制を解除することで腫瘍に対する免疫系を活性化するということを期待した薬剤です。分子としては PD-1、PDL-1、 それからこういった分子がに対する抗体が開発されております。またこういった抗体の併用療法というのも盛んに行われている状況です。次に、これは先ほどからご紹介している抗体薬物複合体で、現在日本では4つの抗体薬物複合体が承認されていて、また2014年から2018年の間に14品目の初回治験計画届が提出されています。で、最後にこのバイスペシフィックアンチボディ二重特異性抗体と呼ばれるものについて後ほどご紹介します。これについては2018年に6つの初回治験計画届が提出されております。まず ADC についてなんですけれども、4品目表に示した通りです。標的としている抗原というのは、こういったものがあります。それから、薬剤部分、ペイロードについては、DNA のクリベージを起こすものであったり、チューブリンを阻害するという細胞毒性型の薬剤というのが全てですね。今のスライドは承認されたものですけれども、これは今開発中というか、初回治験計画届が提出された品目なんですけれども、2018年まだ一つですけれども、2014年から17年にかけて年々増加しているという傾向は見えると思います。また、2018年の3月に、米国で開催された、米国毒性学会のワークショップによりますと、海外ではもうすでに数十品目の開発が進んでいるということです。で、ここからケーススタディとして抗体薬物複合体 X と呼びますけれども、紹介したいと思います。で、状況ですけれども、これは抗体、
腫瘍の表面に発現している抗原に対する抗体と、リンカを介して、新規の、免疫を刺激するような薬剤、ケミカルですね、が結合している ADC になります。で、こちらは、免疫細胞を、腫瘍の微小環境にリクルートすると。で、その抗腫瘍活性を高めるということを、コンセプトとしているようです。計画している FIH 試験では、X は、まず単回投与での妊孕性と安全性などを確認した後に、3週間に1回投与での妊孕性、安全性等を確認することとされていました。この抗体部分なんですけれども、人と猿、ノンヒューマンプライメートのみに結合するという状況でした。そこで、こういった状況下で ADCX、どのような非臨床安全性評価を実施する必要があるか。これが実施される、考えられる試験パッケージなんですけれども、まず、インビトロのサイトカイン放出試験、それから、次に、ラットを、この薬剤部分だけ、イミュースティミュラトリエージェント、薬剤部分のみを用いたラットの単回投与毒性試験。で、この中には、サイトカインの測定も含まれています。それから ADC を用いたラットの単回投与毒性試験。こちらにもサイトカインの測定が含まれています。それから、サルを用いた、ADC 全体の単回投与毒性試験。ここには、心血管系の評価、カーディオバスキュラーと、サイトカインの測定が含まれています。で、ADC 全体を用いたサルの、反復投与毒性試験。こちらは、こちらにも、サイトカインの測定が含まれています。で、これは光毒性試験ですね。インビトロの光毒性試験が実施されています。で、パッケージ考える上で、ポイントがいくつかあるかなと思うんですけれども、そのポイントについて、ご説明いたします。まず、一つは、ペイロード、単体での評価を行っているということですね。これは、今まで使われている細胞毒性型を持つ薬剤と違って、免疫刺激を起こす化合物、新規のものですので、こういった評価をまず単体でキャラクタライズする必要があるだろうということで、化合物の毒性試験が独立して実施されている。次のポイントとしては、抗体薬物複合体で、標的への選択性を高めたとは言っても、人食い的なやっぱり取り込みによる毒性っていうのは考えられるので、そういった、人食い的な作用を評価するために、この ADC 全体を用いて、これは本来適切な動物種ではないんですけれども、ラットを用いて、単回投与毒性試験が実施されているっていうことがポイントかなと思います。で、また別のポイントとしては、こちらでたびたび出てくるサイトカインの測定というのが、評価していると。で、これはイミュンスティミュラトリーエージェント、免疫を刺激する化合物を含んでおりますので、こういったサイトカインの放出っていうのを慎重に評価していると。これが今までの ADC で細胞毒性型のペイロードを
用いているケースとは異なるケースかなと考えております。で、これが最後のポイントですけれども、これは Q&A にもありましたけれども、ADC、3週間に1回の投与をの臨床試験というのを、予定していたところなんですけれども、その場合だと ICHS9 をご覧いただくと、単回投与の、毒性試験で、初回の臨床試験には、十分であろうということは書いてあるんですけれども、Q&A の内容にありました通り、反復投与毒性試験を実施して、評価している薬物動態ですね。この ADC の薬物動態、暴露量が上乗せ、蓄積するということを考慮して、反復投与毒性試験が実施されているということです。こちら、先ほど、ADC の、FIH 試験の開始要領に関する、Q&A を紹介したものなんですけれども、この、また別のアプローチについて、この ADCX ではどのようなアプローチが取られているかということについてなんですけれども、いくつかの観点がありました。毒性学的なアプローチ、HNSTD を元に設定、元にした検討と同時に、これは毒性試験の中で、サイトカインの上昇が起きない容量っていうのを元に、使途開始容量というのが設定されておりました。つまり、ADCX に関しては、毒性学的アプローチだけでなくて、薬理学的なアプローチ、メイベルのアプローチも採用されていたということが言えると思います。このように、薬剤の特性によって、ケースバイケースで試験デザインや開始容量を検討することが適切だということを示すための例としてご紹介いたしました。もう一つ、バイオ医薬品の例として、二重特異性抗体についてご紹介いたします。このブリナツモマブっていうのは、日本で承認された、二重特異性抗体で、標的は CD19、それから CD3 を標的としていて、これすごく簡単な図ですけれども、こっち側が CD19 に対する結合領域、こっちが CD3 に対する結合領域で、CD19 陽性の B 細胞、こちらは主要細胞ですね。主要細胞と、こちらはエフェクター T 細胞、CD3 陽性の T 細胞を、加強することで、細胞障害活性を、起こす。抗腫瘍作用を期待するという薬剤になります。で、このブリナツモマブの、非臨床安全性試験というか毒性試験のパッケージなんですけれども、このブリナツモマブの CD19 と CD3 に結合する部分なんですけれども、種選択性が高くてですね、人とチンパンジーの CD3 および CD19 のみを認識する薬剤でした。ですので、こちらでチンパンジーを用いた毒性試験というのが実は実施されていたんですけれども、なかなかチンパンジー倫理的な理由から十分高い容量までは設定されていない状況でした。また、マウスのサロゲート抗体を用いた、毒性試験で代わりに評価されていたという状況で、適切な動物種がいない場合っていうのは、毒性評価が必ずしも十分ではないと
独占試験の限界があるっていうことも、まあ、認識する必要があるかなと考えています。で、この表はですね、まあ、試験届が提出されている、二重特異性抗体をいくつか並べてみたんですけれども、標的が、まあ、ブリナツモマブと同じように CD3 と、それから、腫瘍抗原の二つを同時に認識する、ものもあれば、その抗体部分が二つとも、まあ、腫瘍に対する抗原を認識するというタイプであったり、まあ、免疫関連分子を標的とする、可変領域が2つつながっているケースもあったりですね。いくつか、タイプも、見られます。で、この6と8っていうのは、共に、腫瘍抗原に対する、結合部分を持った、2つ持った、医薬品なんですけれども、それぞれ、FIH 試験での開始容量のアプローチっていうのが、一方では薬理学的なアプローチが採用されているのに対して、一方では毒性学的なアプローチが採用されているということで、まあ、こちらで想定している基準によっても、FIH の試験の開始容量の設定するためのアプローチっていうのは、まあ、異なる例として、紹介いたしました。こちらが本日の発表の結論になりますけれども、S9 ガイドライン Q&A は、抗悪性腫瘍薬の開発を行う上で、毒性試験の必要性であったり、デザインについて、より明確なガイダンスを提供しているものと考えております。まあ、一方で、最後の、ADC であったり、二重特異性抗体、のケースでもう示しましたように、まあ、医薬品の特性によって、ケースバイケースでのアプローチも必要であるというふうに考えております。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。